じゃこんにちは。はい、はい、豊さん、はい、はい、侍ジャパンね、岩田監督指導しましたが、まあまあそうだね、あの、まあ、初陣ということで、ね、そうですね、はい、指導はしてたんですけど初めての試合ということですね。そうだね、うん、まあ第一試合がチャイニーズ・タイペイと、はい、東京ドームで、東京ドームでやるという、はい、まあ第一試合ね、うん、予選の第一試合、ね、アジアプロ野球チャンピオンシップ2023の一次リーグ、はいの予選第一戦ということでね、はいはい、お伝えすることたくさんでしたけど、はい、舞台は東京ドーム、はい、ね、うん、神林ちーちゃん今日もよろしくということで、はい、お願いします、はい、ということで、はい、先発メンバー、うん、まあどうなるかなというふうにね、はい、思いましたが、はい、はい、こうなりましたね。はい、どうですかねこれ。いや別に初めてだからどうですかねって言われても、うん、どういう機能をしてくれるかね、うん、まあそこら辺がどうなのかっていうことがあって、うん、まあクリーンアップは森下、牧、佐藤で組んできたよね、うんうん、まあここら辺が機能してくると、まあ万波の長打でなんか大量点が取れるかなというようなね、うんうんうん、その後追い打ちに坂倉が打ったりだとか、うん、まあ門脇、秋広、ね、成長株のこの2人が、8番9番を担うという、まあ1、2番をこういう打線の中でやっぱり難しいのは1、2番をどうやって組むかっていうね、まあそういうことだと思ったんだけども、うん、まあなんかこうあれですね、普通シンプルにあの、うん、若い選手だけっていうのがすごくフレッシュな感じで、まあそうだね、うん、まあ今度のね、うん、WBC、うん、こういうメンバーたちがまあ、中心になるかもわからないしね。ねえ、はい、ということで今回はね、指名打者が秋広選手、先発ピッチャーが赤星投手、はい、ということでした ね、はい、はい、ということで試合です。はい、ね、どうなったでしょうか。はい、はい、じゃんこうなりました。はい、勝ちました。スコアはね4対0ということで、うん、まあおめでとうだよ。まあ国際試合でね、うん、まあ、内容云々というよりも、うん、まあ、結果勝負だから、うんうん、まあ、とりあえず勝ったということはね、はいはい、まあ、いいことかなという、ねえ、まあ、ちょっと振り返ってみたいと思うんだけども、ちょっとね6回の表裏まで点が入らないという展開で ね、まあ、ね、ちょっと、はいはい、いつ動き出すんだろうというところはあったんですけど、ね、まあ、そうだね、まあ、立ち上がりね、やっぱりね、うん、第一戦というのはやっぱ硬さも見えるしさ、うん、やっぱこうリズムという意味では、うん、なんか非常にこう重かったよね。また国際試合というか、ね、まあまあそうだね、うん、それとアンダーでの国際試合は経験してるけども、うん、プロになっての国際試合っていうのは、うん、まあ、そんなに経験者が多くないということで、うん、まあ硬さもあったしね。また日本代表っていうね。そうだよ、うん、で5回までなんと日本はノーヒットなんだよね。ねえ、ちょっとどうなるんだろうってちょっとね、うん、思いましたけど、そうだね、うん、で2回、まあ、印をつけてるんだけども、はい、青い文字ね、はいはい、うん、サトデルがね三振したシーンがあるんだけども、うん、外のね、まあ、おそらく俺はボールだったと思うんだけども、うん、まあ、見逃したら、まあ、それストライク取られるんだよね。なるほど、うんうん、やっぱ国際審判って割とこうアバウトで広く取ってくる審判が多いから、まあ傾向としたら、まあそういうことが分かったということだけでも収穫かなっていうようなね、うん、まあそんな感じで捉えてたんだけども、まあサトテルも、うん、今のボールみたい、ストライクみたいな、まあそのぐらい遠めを取られたんだけど、うん、外のね、うん、まあこれもまあ一つ一つ経験だからね、うん、まあそういうことを覚えてってほしいなっていう、まあ、それがこうチーム全体にね、まあ、広がってくればいいし、うんうんうん、まあ良かったなというふうに思います。なかなかその辺も最初だから難しいですよね。まあ難しいよね。対応っていうのはさ、なかなか自分の持ってるストライクゾーンで対応していってるから、うん、それを広げるっていうのはすごく負担のかかる、ストレスのかかる、うん、ね、動作なんだよね。感覚でね、そうそう覚えてるからね、体が覚えてたりするとね、まあ、そうそう、だから反応が効かなくなるけども、でも国際試合の時はやっぱこうスイッチを変えてね、まあ、やらなきゃいけないということ、はい、それで、うん、全日本がやっぱりヒットすら出ない、ね、点を取る雰囲気が全くなかった中、うん、まあ、赤星も最初だけはちょっと硬かったんだけども、はい、それからリズムに乗った、うん、まあ、しかし4回まだのヒットがないと、1点どころかヒットすらないということでちょっとピンチを迎えるんだよね、うんうん、だからまあその
なんていうの、相当な緊張感で登ったと思うんだけども、うん、まあ最後はコメントで少し疲れましたというようなことを言ってたけども、うん、やっぱこうなんていうの、所属チーム、まあジャイアンツで投げてる先発とはやっぱこう、まあ、雰囲気も全然違うだろうし、緊張感も違うだろうし、まあ、疲労度も全然違ったということで、やっぱ先に点をやりたくないということで、やっぱ4回から少し硬さが見えてくるんだよね、うん、逆にね、うん、だからヒットを打たれフォアボールを出し、うん、まあでもその中でもね、0点に抑えたっていうのは非常に成長してるなっていうね、うん、まあそんな感じがするよ。なるほど、はい、はい。ただチャイニーズタイペイの投手、うん、先発のルーヤン、うん、いやこれいいピッチャーだね。やっぱ変化球もボール先行の後にポンと取ってくれるし、変化球で、うん、でコースにもきっちり投げ分けるし、うん、非常に球速も豊かでさ、グーリン・ルイアン投手ね、うん、そう、だから非常に良かったなというふうに思うよ。だからなかなか打てないけどもね、まあ赤星も点をやらなかったということがね非常に良かったし、で5回裏、うん、ね、台湾の攻撃、チャイニーズ・タイペイの攻撃だけども、うん、ワンアウト後ヒットを打って次の打者でエンドランかけてくるんだよね、うん、でここで日本ベンチは動く、はい、赤星を諦めて、うん、及川に変えるということだよね、うん、はい、それでやっぱこうヒットが出てない、うん、点を取る雰囲気が出てない、うん、ここでやっぱりこう5回という回の浅さで、まあ、中盤だけども、うんうん、外野手を前にするんだよね。やっぱこう左対左にぶつけてって、うんうん、及川をね、うんうん、で外野手を前にする、まあ、ここら辺がやっぱり井端監督の持ってるこう察知能力というかさ、うん、危機管理能力というかさ、勘というか、まあ勘というかやっぱ守りをさ、うんうん、すごく考えてきた人だけに、なるほど、やっぱここら辺の外野の前進というのはもう言ってもやらないというようなね、うんうん、そういう守備体系を取って相手にもプレッシャーをかけたというね、こう守備に隙のないようにしてるんですかね。そうそうそう、だから、うん、打てないからも仕方ないんだけども、うん、まあそういう守備体系を取ったという、まず井端監督の動きが出たよね。なるほど、うん、井端監督らしいらしいというか、まあここら辺がやっぱこう守備者だなっていうような、なあ、うん、をやるやないかみたいな、うん、豊さんそういうの好きですよね、まあ、やっぱ大好きなんですね。だから井端だったらそうするかなっていうふうに思って見てたけども、うんうん、あ、やっぱりそうしてくれたなっていうようなね、うんうんうん、まあそんな感じがあったんだよね、はい、で6回の表ね、はい、表、はい、まあ、やっとワンアウトから門脇が右中間に二塁打、うん、はい、ね、これが初ヒットですかね。初ヒット、うん、ね、やっと出た、6回まで出ないんだから、ね、ノーヒットならやられんじゃないかなって思ったぐらいだから、ね、で続く秋広がね一塁ゴロ、はい、でツーアウトランナー三塁で、はい、1番岡林に回ってくるんだけど、まあ三振ということ、ね、うん、まあここもね俺は振ってないと思ったんだよね。うん、なんかね、うん、ちょっとハーフスイング気味なんだけども、うん、でもこれも国際審判なんだよね。やっぱこう打ち気を見せちゃうとさ、やっぱ振ったっていうことを取られるというね。まあここら辺もやっぱもう振るんだったら振っちゃえみたいな、まあそんなことも大切なのかなっていうような感じがするよね。はい、はい、で6回裏ね、うん、はい、ヒットがまあやっと出たんだけども、うん、まあ及川に代わって、うん、日本ハムの根本、はい、2回ピッチャーが出てきたんだけども、うん、ああどうかなって思ったら三者凡退、うん、そのうち2つが三振というね。でね、ものすごくやっぱテンポ上げたんだ。だからちょっと重苦しい雰囲気をポンポンと3人で取って、うん、攻撃のリズムを作ったなっていうふうに思ったのね。ああ、その投球がですね。そうそうそう、だからこれ流れが変わるんじゃないかなと思って、うん、7回、はい、来ましたね、はい、まあ、先頭の小園ヒット、うん、まあうまいヒット打ったね、レフトに、うん、まあさすが小園と思ってたら、はい、これがさ、森下の時に、うん、まあ井端監督どうするかなと思ったら、うん、まあ日本シリーズの大事なところでもさ、うん、岡田監督がバントさせなかったんだよね、うんうん、だから結局森下バントできないんだよ。だから打っていくしかないんだよね。でもカウントによってはランエンドヒットだとか、うん、まあそういうことをやればいいかなっていう井端監督の頭の中にあったと思うんだけども、はい、まあここで小園が何を考えたのか、ノーアウトランナー一塁から、うん、
見切り発車で盗塁しちゃったんだよね。まあ見切り発車っていうのはまだホームにも投げてないのに足が上がる前にもうスタートしちゃったんだよ。これはサインなんですか？まあ多分ね、盗塁をしていいっていうサインを、走れるんだったら行けっていうサインは出てたと思うんだけども、うん、まあだけど、ノーアウトで 0-0 であの走塁をされたんじゃやっぱちょっとベンチは困るな。だって先頭やっと出た2本目のヒットが出た、うんうんうん、よしこれからだって言った時にいきなり見切り発車で走られて、うん、ピッチャーに気づかれて、うん、ピッチャーがセカンドに投げてタッチアウトだ、うん、ショートが入ってね、うん、まあこういうアウトの取られ方ってすごく流れも変えちゃうし、うん、ちょっとしらけるんだよね。なるほど、うん、そこでアウトになった直後、うん、森下がホームランを打つ。これ以上ないですね。これは助かったよ今日の試合で。みんながね、みんなが助かったし、小園選手も含めね。まあそうだね、まあ小園もねまあまあ、気持ちが流行ったんだろうけどもさ。そうでしょうね。でもそこでやっぱ森下がホームランを打って、うん、やっぱ流れを渡さなかったっていうのが大きかったね。まあじゃあこの1点っていうのはいろんな意味が含まれてる1点ですね。いやいや、やっぱ根本の好投があって、うん、6回裏にね、うん、よし攻撃だって言った時に小園が出た、うん、その後に見切り発車でスタートされてアウトになる、うん、うわーって思った時に森下が救ったよ、ね、うんうん、だからこの1点っていうのはものすごい価値のある1点になったね。そうですね、はい、うん、で7回裏、はい、やっぱり根本がそのままマウンドに上がり、うん、まあ、三者凡退というね、うん、非常にいいテンポでも投げるし、うん、やっぱ素晴らしかったね。ねえ、はい、で8回表、うん、はい、先頭万波ヒット、うん、でここでどうするかなって、やっぱ1点しかないし、うん、1点じゃやっぱ一発をホームラン打たれたら同点だし、ね、で坂倉バッター、うん、レフトフライ、はい、動かないんだよね、うん、ワンアウト、うん、やっぱ動けるバッターでもないし、なるほど、ね、だからなかなかこうカウントも作れないし、うん、まあ、相手のピッチャーも良かったからね、うん、で門脇、うん、まあ、粘って粘ってレフト前ヒット、はい、これね門脇はね立派だなと思ったのが、うん、引っ張って1・3塁を作りたかったんだよね。あ、そのために粘って粘ってたんだけども、うん、やっぱり引っ張るボールがないから、うん、引っ張れるボールが、うん、レフトに持っていってレフト前、はい、ヒットで、ワンアウト1・2塁、うん、で続く秋広ショートフライ、ツーアウト後岡林がセンターフライというね、うん、まあ、ちょっと下位から上位に回ってきたチャンスを生かせないというね。今日はちょっと秋広選手と岡林選手がね、うん、まあ、そうだね、ちょっとブレーキにはなってたけども ね、はい、ね、で、まあ、8回裏、まあ、印はついてないんだけども阪神の桐敷、はい、出てきて三者凡退という、うん、ね、ちょっと嫌な流れがね8回にできかかったんだけども、はい、まあ桐敷が8回裏をねピシッと抑えてくれたということで、うん、まあ9回の攻撃に移れると、はい、で9回表、うん、でワンアウトから森下ライト前ヒットね、素晴らしいね、チャンスメイクもするし自分でホームラン打つし、ね、うん、で続く、中央大学の先輩牧、森下選手の先輩ね、そう、うん、レフト前ヒット、はい、でワンアウト 1・2 塁、うん、5番サトテル、はい、センター前ヒット満塁、ね、ね、これね点が入ったということよりもクリーンアップを組んで、うん、この3人で、うん、この3人がまあ単打だけども、うん、結果が出たっていうのがね、うん、まあ良かったなと思ってさ、ね、これ初戦でね、うん、やっぱりね、うん、プレッシャーもかかってたと思うし、うん、やっぱりノーヒットで終わる、今日ノーヒットで終わるか、うん、終わらないかはすごく大きいことなんだよね。そうですか。でもみんな、最後にね出してくれたということで、うん、クリーンアップの3連打で満塁、ワンアウト満塁、はい、でそっからバッター万波、うん、でショートゴロのゲッツー崩れの間に1点を取るという、ね、だけどこの台湾のショートうまかったな。ここで、チャレンジがあったんですよね。チャレンジがあったけど、まあ、いやうまかったよ、うん、あのショートは本当に、いや球際強いわ、うん、いや日本でも十分できるぐらいのショートだわ。いや今日ねチャイニーズタイペイの方守備で結構いいプレー、そうだね、ありましたよね、うん、非常に
ショートの子もね2つぐらい、うん、あのうまいプレーやってるし、外野もねヒットになりそうなのをね、そうそうそう、フライで取って、うん、球際が強いな、うんうん、で、まあ、ゲッツー崩れで1点を追加、はい、まあ、2対0、はい、で2アウト1・3塁から、うん、まあ、坂倉がセンター前ヒット、うん、ねえ、まずタイムリーになってね、はい、3点目、うん、で、2アウト1・2塁から門脇ライト前ヒット、うん、またはい、うん、ね、4点目のタイムリーということでね、はい、まあこれ3球目に、うん、野村が代打でね、まあタイムリー、秋広がね、あ、秋広じゃない、門脇がね、うん、その後ですね、はい、で、秋広に代わって代打、うん、日本ハムの野村、そうですね、はい、うん、でこの3球目かなんかにワイルドピッチで、そうですね、門脇が、うん、あのセカンドに行ってんだよね、2・3塁にね、はい、はい、だからこういう走塁もね含めてね、うん、門脇っていうのは非常に隙のない、うん、あのプレイヤーになってきてるなっていうふうに、なるほどね、感じたね、最初は守備で見せバッティングも好調で、ね、そうだね、うん、で、まあその代打野村がフォアボール、はい、で1番に満塁で回ってきて、うん、ライトフライ、まあ、チェンジということなんだけどもね、はい、で9回には田口が出てきて、まあまあ抑えたという、うん、まあ、セーブシチュエーションじゃないから、まあオーバーエイジだし、うん、なんか貫禄があったね、まあ、ランナーは出したけども、うん、なんとなくまあまあこうやって抑えるんでしょみたいな、うん、まあ、そんな貫禄すら見れたかなという、なるほど、まあそういう試合でした、はいね、うん、で豊かの今日のヒーローは森下ねえ、うん、さっきも言いましたね、あのただのホームランじゃないよってことですか、ただのホームランじゃなくて、うん、やっぱりチームを救うし、まあ、小園も救えたしね、うん、いいホームランだったな、流れが本当に変わってしまう、まだ 0-0 でいってて、言えば6回ぐらいまでは台湾の方が、うん、チャイニーズ台北の方が押してたんだから、ね、うん、だからこれはちょっと危ないなと思いながらも、ピッチャーの頑張りでね、及川とか、うん、まあ、赤星も頑張ったし、うん、まあ、及川もね、一人だけでも三振取ったっ、うん、ね、その後出てきた根本、うん、これがリズムを作って点にしたし、うん、うん、だから非常にピッチャーの頑張りがなんか野手を奮い立たせたという ね、まあ、その中で、まあ、ミスが出たけども森下が救ったというホームラン、ね、まあ、これがやっぱ勝因だったかなというね、まあ、そんな感じがします、はい、はい、まあ、ここで出てほしいというところでもうドンピシャで出たという感じですよ ね、まあ、そうだね、うん、だからまあ井端監督の初陣だったけども、やっぱりやりたいこと、まあ、守備の部分とかそういうことはすごく見れたんだけども、攻撃の部分でやっぱちょっとミスが出たね、うん、まあ、小園の見切れ発車のスタートだとか、うん、はい、まあ、ああいうことってものすごい岩田監督嫌うからね、なるほどね、うん、だからあそこで何かを仕掛けたかったんだと思うんだけども、うん、今日は本当に仕掛ける場面がそんななかったということだよね、確かに、うん、だからまあ守備の面ではもうあそこで外野、まあ、5回だけどもさ、うん、あそこで外野を前にする、まあ早いね、まだ 0-0 の時、まあ、それでもこう前にするっていうことは、やっぱ国際試合ということは非常に経験もしてるしね、うん、まあ、WBC も行ってるし、そうですね、まあ、だからまあさすがだなと思ってね、うん、まあ、明日はなんか攻撃でどういう動きを見せてくれるのか、まあ、そういうことをこう、まあ、見たいかな、これ多分初戦ね、うん、あったから、うん、まあ、井端監督も、うん、なんとなくのこうゲームの、うん、感じ、まあ、感覚みたいなね、うん、監督としてのね、監督として、あとね、侍、まあ、ジャパンのこのチームの感じ、ゲームでの感じっていうのが、うん、なんとなく分かったりするもんですよね、まあ、そうだね、実際だと、まあ、ただコーチで入っててもさ、いろんな作戦とかいろいろ考えるんだけどもさ、やっぱ実際に監督になったら自分で決断をしなきゃいけないわけじゃない、だからそこら辺の難しさっていうのはすごく感じたと思うしね、まあ、そこら辺の逆にストレスも感じたと思うし、だから慣れてってほしいな、早くな、うん、あとはやっぱ国際試合っていうの怖いのはやっぱミスが出るとやっぱ流れが変わってしまう、今日は森下が救ったけどもやっぱ救えない時にどうするのっていうことがやっぱこれからの課題になってくるかなというふうには感じました。
なるほど。はい。はい。まあそういうことでね。うん。まあ明日からは、もう試合がある。明日もね。明日も。うん。明後日もし明後日も。ね。まあこうやって動画を上げていきたいと思いますので。はい。また見てください。またね、対戦相手の国が変わってくるとね。はい。日本も戦い方がちょっと変わってきますよね。あのね、チャイニーズタイペイはね、うん、やっぱレベルが上がってるわ。今までよりも、うん、上がってきてる。うん。なんか趣味の方で趣味もそうだし、うん、バッティングもね、うん、もう大振りが目立ってたんだけど、うん、前はね、うん、だけどやっぱコンパクトに粘れるようになってきてる、うん、なるほど、うん、じゃあちょっと雰囲気が違ってきた。いや違ってきた、うん、ね、まあ世界のレベルも上がってるということで ね、 ね、はい、ということで明日はどんな試合になるのか、はい、まあ、楽しみです。明日は17日金曜日、はい、日本対韓国。あ、韓国ね。はい、東京ドームで19時からですね。そうね、まあ目の色を変えてくるからね。もう韓国はね、もう宿敵ということでね。あ、まあそうだね。お互いに負けられない試合ですが、まあ、そうだね。まあ明日も楽しみなね、うん、試合。まあおそらく接戦になるんじゃないかと思うけども、うん、まあ楽しみにしたいと思います。はい。はい、頑張ってください。はい。はい。